いい最終コーナーの立ち上がり方だったな。ペースが速くなってきたな。いいよいいよ。どう来られて。自分で思ってたよりも、まあ、まだ車ってまだ頑張ってくれるところがあるんだっていうのが分かってくるんですよね。失敗すると。結局ドリフトってそこを使って走るのがドリフトなんです。車自体がすごく動くような感じ気がします。前より先より車が全体が動くところが深いような、うん、そうすると重量感も当然出てくるし、タイヤのグリップをちゃんと使ってあげてないから重量感が出ないんですよ。だから路面にちゃんとこうタイヤを一個一個使いたい、タイヤのグリップを上げるために押さえつけて使って抜いてあげて向きを変えて、それをちゃんとしてあげるとタイヤがこう地面にビタって吸い付いてるような感じになってくるんですよね。でもそれはセッティングじゃなくて、まあ、車がちゃんとそう動こうとしてるのに自分がその添えてあげてやってるのかどうか、そういうイメージでドリフトをしてみると車の動きが全然変わってくるんです。よくロール、車がロールとかって言うでしょう、はい、ロールをさせたくてしてるわけじゃないんですよね。ちゃんとタイヤのグリップを上げてあげて、そのタイヤの性能をちゃんと使ってあげて曲げようとすると自然に車は遠心力で引っ張られるからロールするんですよね、はい。